よりお姉ちゃん。バイバイ。あ、でも、そこが長所だよ。それに、お兄ちゃんが言い出したんだよ。うん、変じゃないよ。お兄ちゃん、ご飯できたよ。はい、お兄ちゃん。大きなゴミとかあったら出しておいてね。廃品回収なの。私も倉庫とか整理しておくね。
お兄ちゃん、起きてる？お兄ちゃん、入るよ。あ、お兄ちゃん、おはよう。どうしたの、お兄ちゃん。不思議そうな顔してるけど。今を出るときには、いつもの時間だったよ。
も落ちるよ。
お兄ちゃん、ただいま。昨日と反対だなって、それがちょっと嬉しかったの。うん、そうだよ。お兄ちゃん、お腹減ってない？ちょっと待っててね。うんうん、いいよ。お兄ちゃん、お待たせ。でも疲れただろうなって。今日からテストだったでしょ。その後？そうなんだ。お兄ちゃん。私も。やっぱりなんでもない。下で待ってるから。